はい、こんにちは、太郎です。以前ですね、自動売買ツールのクオレアっていうサービスを紹介したんですけど、まあそれがね、仮想通貨を買ったり売ったりするツールなんですよ。お金はかからないんですけど、まあ普通のね、自動売買ツールでその自動売買ツールを買ったりするのにお金かかるんですけど、まあそのクオレアさんは買うのにはお金はかからない。で、まあ勝手に自動売買してくれる。まあ多分手数料とかで儲けてると思うんですけど、っていうツールなんですが、勝率はね、結構 80% とか 70% とか高いですけれども、僕が選んだロボットっていうのが、慎重なのかな？まあわかんないですけど、1週間に1回とかしかね、取引をしないロボットだったんですよ。そういうアルゴリズムのね、ロボットで全然決済をしてくれなくて、紹介したいなしたいなと思っても、そもそも売買が起こってないんで、まあ、紹介できなかったんですけど、ようやくね、昨日仮想通貨を買ってくれたんですよ。で、昨日何があったかっていうと、久々にね、めちゃくちゃ下落したんですよ。ツイッター界隈がちょっと騒ぐぐらい、まあ、野田高さんとかもやばいみたいなことをね、ツイートするぐらいやばくて、で、そのタイミングで買うってもこう逆に優秀だなと思って、自分じゃ心理的なブレーキかかって買えないじゃないですか。で、しかもね、その買って1時間後くらいまではね、本当に少額ではあるんですけど、まあ利益が出てたんですね。で、一晩明けて今日です。果たしてクオレアは現状ね、利益を出せてるのかっていうのをちょっと確認したいと思います。クオレアで自動売買。まあこれがね、買ってくれてる。100円。100円マイナスか。でも100円マイナスだったらそんな大したことない。てかまあ逆に報告しづらい。また売ってないんでしょ。売ってない、売ってない。含み損だから、要するに、ね。もっと、しかも驚けばよかった。ぬるっと見えてしまった。ここに結果出るって知らなかった。まあ、48,431 円のレバレッジ2倍。だからまあ、大体10万円近くのね、売買をしてるはずなんですが、含み損は104円ってことで、まあ、今のこの相場の中で、買って、ま、マイナス100円。まあ、マイナス出てるから優秀とは言わないですけど、まあでも、大体相場下がったら上がるんで、割と底値で買えてるってことは、こう、ワンチャン何かあるんじゃないかな、と思うんですけれども。期待してます。というわけで、クオレアさんね、まだね、結局まだ決済してないんで、ちょっと報告しづらいんですけど、昨日の暴落の中で、しっかり仮想通貨買って、現状100円マイナスなので、まあこれがどうなるか。っていうのをちょっとまた取りたいと思います。僕も今マジで変動してる金額見たんで、まあ明日明後日ぐらいまで見守って、まあ一本の動画にねしたいと思います。というわけで何日か後にまたこの続きを撮ります。クオリの、このね、自動売買ツール動かしたら、ようやく購入してくれたんですけど、まあ、まだ売ってないんで、結局、まあ、株とかも買っただけじゃ、含み損含み益っていう考え方あるんですけど、まあ、現金化して初めてね、損した得したが確定するわけですよね。なるほど。買っただけで、売ってなかったと。動画のリアクション撮るために見てないんですけど、おそらくね、こう売られてるんじゃないかなと思ってて、なぜかというと、昨日ね、またすごいめちゃくちゃこう、変動があったんですよね。野田さんとかも昨日の変動でまた100万ぐらい稼いでたんだけど、まあそれはね、まあそもそも下に変動した時に何十万って損してるから、上に行った時にもその儲かるのは当たり前なんだけど、まあ僕の場合どうなってるかってことですね。なるほど。で、元金は48,000円ぐらいなんですよ。まあ本当にここに入れといただけなんで、1ヶ月も経たずに5,000円とかいったら、まあめちゃくちゃいいな、10% なわけですからね。そうですね。5,000円でね。と思うんですが、ちょっと今藤沢さんもいるんで、藤沢さんも一緒にね、見てもらってリアクションとか。じゃあ行きます。これはね、クオリアの自分のページですね。マイページから自動売買っていうところに行きます。なるほど。もう発表です。もう発表です。444円プラス。イエーイ。1% ですね。440、こんな感じ。正直、もっと儲かっててほしかった。なんでかっていうと、もう 20% とか 30% 上がってたんだよね、今回、変動で。あのね、下がってるところでは買えてるんですよ。でも、上がってる時に多分早めに売っちゃってる。まあ、それは、そのトップで売れたらそれは最強だけど、そんな完璧なことはできないからね。48,000円の400円プラスなんで 1% ぐらい、まあ、儲かったという感じですね。そうじゃん、1週間ぐらいの利益が 1% ってこと。3週間ぐらいかな。3週間か。まあもちろん銀行とかそういうと比べたらめちゃくちゃいいですけど。めちゃくちゃいいけど、ちょっとね。正直もう少し見てほしいかなみたいな気持ちはある。ただね、今回の変動って、さっきも言ったようにめっちゃ下がったんですよ。100万円から80万円とか80万円切るぐらいまで下がったんで、その時持ってた人って大損してるんですよね。で、心理的に冷静に買えるかって言ったら多分結構難しいから、それを感情排除して買って、で、じゃあまた100万円に戻ったんだけど今日。その時に、100万円に戻る時にまたどこで
売るかまだ上がるんじゃないかと思って持ってたら、うんうん、結局また儲かってないわけだから、まあそういう感情抜きにして売買して勝手に 1% の利益出してくれたっていうのはいいんじゃないかな、まあフォローするような感じになっちゃいますけどと思うけど、まあちょっと 1% じゃね分からん、誤差の範囲だから、400円儲かったやったっつって出金しても手数料でまたねすぐ持ってかれるから、ちょっとこのまま置いとこうと思います。これは今回のその変動ちょっと見てないから分かんないけど、あやばいよ、いくらいくらになってそのロボットはいくらいくらで買っていくらで売ったんだろうね。やばいってのはなんとなくいろいろな SNS とかから感じたけど、うん、まあ、僕が今仮想通貨持ってないから、今回の1週間の変動で87万ぐらいだったのが、うんうん、ごめん最初100万円って言ってたけど87万円ぐらいだったのが、うん、80万円切るぐらいになったんですよ、この80万とか、うんうんうん、だからもう 10% ぐらいガーンって下落して、うんうん、でその時に結構大損した人がいたんだけど、それがね何日間だろう、23日から25日じゃあ2日間でまた急にガーンって値上がりしたんですよね、うんうん、108万になった。そうで僕が買ったのがここ下がった段階で買いを入れてて、僕っていうのはそのロボット、このロボットが82万6千円めちゃくちゃいいとこで買ってるじゃん、買って売るのが早かった、この辺で売ってるもん、あ、そうなんだ、うん、86万で売っちゃったんだ、いや84万、なぜ結構保守的なロボットなんだ、ね、かもしんないね、まあ、確かにここで100万円超えでも売ってたら1万5000円ぐらい儲かってる、うん、5万円だから元金か、いやなんですけど、まあ、レバレッジかけてて、ああそうなんだ、倍にしてるんですよね、まあ、実質10万円分ぐらい買ってるんで、まあ 20% 上がったら、まあ、2万円ちょっと、まあ、このソフトで確か何か何十種類ぐらいのロボットから1つ、そう選べるんですよ、ロボット選ぶで、ミドルリスク型なんだ、ただその選んだのは、うん、ミドルリスクなりだね、確かに、うん、ちょっと保守的だね、どっちか若干ね、うん、という、まあ、感じですね、なるほどなるほど、まあ、ちょっとこうもう少し変動あったら報告します、いやリアリティやっていいんじゃないでしょうか、うん、リアルってこんなもんですね、まあ、それはねリアルこんなもんね、ボーンと上がってね儲かった方が楽しいけどね、うん、やっぱ精神的に買えないところで買ってるっていうのもすごいかなと思いましたね、確かにその落ちたとこで買ったんだ、うん、買えないからねなかなかそこだよね、うん、実際落ちたとこで買ってもっと落ちてるからね、でもそこは耐えたんだよこのロボットが、いや俺はまだ売らないぞみたいな、で上がった時にやったー、う売らなきゃーみたいな、あーあーって売って、その後ゴゴゴゴゴーって俺的にはちょっとなんだい君って感じですけど、うん、まあマイナスじゃなくてよかったですという感じでした、お疲れ様です、また今度報告したいと思います、動きがあればね、いやいいと思う全然、はいという感じでクオリアの紹介です、興味がある人はこれね無料で始めるんで、普通の自動売買ツールってその自動売買ツールを買うんですよ、システム買うんですよ、10万円とかするんですけど、うん、それないんで本当に無料で無料っていうか、まあ元金だけで始めれるんで、うんうん、まあ、興味がある人は5万円ぐらいでやってみればいいんじゃないかなと思います、というわけでまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。Ha ha ha.